それでは今回は中旅になりますが、大阪のですね借りてる倉庫があるんですけど、今回使った家具とかそういうものを戻しに行かなきゃいけなくてね、スタッフに頼んでもいいんですけど、ちょっと僕が行かないと置く場所とかわかんないので、珍しく事務所に許可いただいてもらって、自分で運転していこうかなと思って、ちょっとね大阪まで1分ぐらいだときついんで、名古屋で1回ちょっと休憩しようかなと思って、というわけでよいしょ出発したいと思います。よいしょ、よし頑張りますよ運転。こんにちは、はい、こんにちは、はい、どうも。こうやってね、元気になるときですね。では、今日はですね、ニューアルバムをですね、爆音で聴きながら、ちょっとミックスの具合とか、曲順とかも含めて、やっぱね、車の中だと結構確かめれるんですよ。だから爆音で聴いていきたいと思います。解説しながら。たまに僕テンション上がりすぎてね、道間違えるんで、ちょっと小さい音でいきます。この通り導かれるままに、 Come to me バンソレバンソレドマン。楽しいね一人旅。あっちクーラーつけてもあっち、いいね、晴れた日の夏にこの曲を聴いてドライブ。皆さん知ってます、こういうさコーラスも全部俺がやってんの。なんかよくさ友達さ、これ機械じゃねえのとかよく言われるんだけどさ、全部僕ですから。はーとかそういうコーラスも3声あるんですよ。だからあーだったらこれを3本取るんですよ、ぴったり合わせて。でその上のパートもあーこれも2本、最低2本は取るんですよ。3本2本2本とか3本3本3本取るけど、4本真ん中4本取ってスピーカーを2つこう分けて、ボーカルが真ん中にあったらこうちょっと脇にこうずらしてコーラスを置いたりとかするんですよ。そうすると綺麗に聞こえたりとか、いろいろねこういう話もまた歌目指してる子とかにすごくなんか伝えて教えてあげたいなと思って、なんかそういう企画もちょっと今考えてるんで、ぜひ楽しみにしてください。まあね、この歌のおかげでなんか留学の成果をなんかある意味ちょっと一つねこう証明できたし、いいね、22でカップルで歩いちゃって。アツシです、気づいて。誰も気づかねえ。そしてこれがアイちゃんとの曲ですね。これももうね、直美とかな子のねドラマの主題歌だったけど、もうこれも 4,5 年は経っちゃうんだもんね。まあでもこの6年間こう並べてみると、心のこもったものしか作ってないなっていう、自信っていうわけじゃないけど、こう自分で聞いてて、心のこもってないものが ないからやっぱいいですね。早く皆さんにお届けしたいですね。いやー
アイちゃんってすげえアーティストだよな。ここ好きなんですよ。生き抜く力もこの手に。こういうの難しいんだよね、階段がね。これもレコーディングの時ね、もうさ、今の階段3つ目のピッチングちょっと甘いかもう一回やらしてとかさ、結構あるんですよね。あ、これ左だった、やっべ、スイッチって。爆音で聞きたいよね、こういうのね。このままいつまでもと願いながら触れ合える奇跡に愛しさめすの叫んで Without you baby 胸は熱いまま I wanna love。 最高最高、この曲も思い出だな。日本語で歌い直しましたよ。これはね、僕ね、ファンの人に言われたこと絶対忘れないんですよ。あの当時、まあ、あの YouTube の書き込みとかでもすごいいい曲だけど日本語で聴きたいっていう声がすごいあったんですよ、この曲で。絶対日本語でアルバム出す時に歌い直そうと思ってて、まあね、3年経っちゃったけど、でも、ね、実はね、もう合間で移動中とかで、ね、この曲聴くたびに日本語を書いてたんですよ、歌詞。静岡ぐらいまで来たんで休憩しようかと思うんですけど、で静岡の人には悪いけど、静岡長え。これ分かってくれる人いるかな。名古屋行くまでのこの静岡の横長さすごいよね。茶畑が広がってて。とりあえずちょっとトイレ休憩します。でトイレ休憩して、またこれバレないように行くのがヒヤヒヤするんだよな。トイレ休憩して、じゃあとりあえず名古屋まで向かいたいと思います。よっしゃ、ホルダーゲット。よし、これで横にできるね。これで車にセットして、もう一回撮影しながら行きたいと思います。イエス、うぃ、車に戻ってきました。たこ焼き買っちゃったちょっとたこ焼き食べようと。あ、小腹空いちゃってさ。俺だってさ、小腹すくことあるんだよ。誰でもあると思いますけどさ。たこ焼き、あっけ、うまい。こういうとこで食べるたこ焼き美味しいんだよね。うまっ、幸せ。最高だ見てこれ、1個でかいんだよ。でかくない？これで1個だよ。もう食べちゃおう、全部食べちゃおう、全部食べちゃおう、一人で全部食べちゃう、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 全部食べちゃう、一人で全部食べちゃうからね。いただきます。うん、幸せ。充電完了、出発進行。1時間、名古屋遠い、静岡長い、ロング静岡。どうも、インザラッシュです。こんにちは。どうも、こんにちは。景色いいな。やっぱでも静岡は本当にお茶の畑がいっぱい見えるよね、運転してて。静岡ってスタジアムツアーの時にね、静岡でやったよね。またやりたいね、静岡でも。
今は新透明です。色があっても透明高速なんつって失礼しました。たこ焼きうまかった。たこ焼きってなんであれうまいんだろうね。はい、それで問題です。今日食べたエグザイルアーチのたこ焼き、ソース派醤油派、さあどっちでしょう。チーン、制限時間やってまいりました。正解は醤油派です。醤油派の皆さんおめでとうございます。特に何もございません、すいません。それでは問題です。エグザイルアーチ氏、とんかつ食べるときは醤油派ソース派、チーン、正解は醤油派です。俺醤油好きなんだよね。日本人だなって感じするわ、ソイソース。でも今回のアルバムはマジで思い入れ深いっていうか、洋服もほぼ私服なんですよ。で、3つのテーマがあって、過去からの脱却、生まれ変わり、 Stick to one's beliefs、 己の信念を貫き通す。まあ、これあえて前にしないでワンズにしたのは、まあ、皆さんに当てはまるように僕だけじゃなくて前じゃなくてワンズにしたんですけど、過去からの脱却っていうのは決して過去を捨てるってことじゃなくて、これも break away from the past にしてるんだけど、最初 break up とかっていうアイデアもあったんだけど、 break up だとなんかこう壊すっていう感じイメージだじゃないですか。 break up って感じじゃない、なんか俺の生きてきた過去を全部壊してなんか捨ててっていうことじゃなくて、いいことはもちろん残しといて、その失敗を恐れる気持ちとか、そういう意味で過去からの脱却をまずして、そして40歳でもう新しく自分は生まれ変わるつもりで坊主にして、生まれ変わり、まあリボーンとかそういう言葉もあるけど、まあリンカネイトが一番いいんじゃないかってことで、まあリンカネイトにして、で、stick to one's beliefs は己の信念を貫き、もう決めた生き方を40歳以降はすると。スポンジのように柔軟性を持って学ぶ時期っていうのはこれからももちろんそうなんだけど、少しずつもう信念を固めて貫き通していくような生き方にしていかないと、頑張ってきた今までの過去からその知恵を振り絞ったり使ったりして味になっていくっていうかね、やっぱり感じますよ、それは時代の流れっていうか。でもこうやって届けられるの嬉しいな。なんか一人でさ、ただ運転してるだけじゃなくて、みんながこれ見てくれるんだなって思うと、なんか運転してても楽しいよ、会話が弾むよ、ただの一人ごとだけど愛知県に入りました。静岡超えました。じゃあ後ほどまた。こんな時のためにこれ持ってきたんだ。20分目覚ましかけて、あー眠い。眠い。足置くとこない、狭い、眠い。首痛い、肩こる、狭い、眠い。狭い。寒い。眠い、狭い、寒い。眠い。目疲れた、眠い、寒い、だるい、肩こる。運転手のさん、いつもありがとうございます。あー、変なボタン押しちゃった、また、うん、長距離トラックの皆さんとかすげーな。これで九州までとか行っちゃうんでしょ、中には。すげーで、それ。When you believe you can fly、 いいアルバムだな、しかし。 Miracle can happen today、 一瞬も
想いが手が手を変えてくれるはず。悲しみの記憶もいい歌だ。曲順も固まったかな、ほぼ今日で固まったわ、この車のおかげで。やっぱ大きい音でさ、こうつなげて聴くってさ大事だよね。それでこう聴き心地がいいか悪いかとか、ちゃんと欲しい時にバラードが来て、ちゃんと欲しい時にアップテンポが来て、まあ欲しい時っていうのはもう俺のね主観でしかないんだけど。愛しさめすの叫んで Without you baby 胸は熱いまま、名古屋着きました。高速降りてあとちょっと。お疲れ様です。はい、お買い上げ。I kiss you, beautiful, gorgeous love. No, not a single second. It's so crazy, crazy, crazy. But I know no sekai. Flashback again. More to keep them all here. Oh, my baby, baby, baby. Daki shimete tai. Uso mo ai mo.Thank you.
空を見れない大人もいる。苦しみの尺はそれぞれ違うけれど、少しずつでも希望いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。